サビも取れんのかな。うん、これはそこからなんだ。わさび園。取れんのかな。うん、釣れたね。わさび園。わさびを作ってんの。すいません、釣りで釣ったのを焼いてもらうことってできますか。釣りで焼いた、はい、釣りで釣ったものを焼くことで できますか。一応ただセルフみたいな形。マス釣りを始めます。この餌を、餌きっとマキちゃん、はい、そーっと魚のいるところにね、落とす。取られた。難しいな。難しい。もう一回だけ。ちゃんと。よいしょ。いいよ。はい。ああ、釣れた。はい、いいよ。よし。釣れました。ニジマスです。よし。おお。針を取って、中に。よし。おお、取れた。あれ？あ、糸引っかかったね、上に。あ、ちょっと待って。はい、よいしょ。食べた、よし、行こう。はい、釣れました。入れます。はい、はよし。はい、ああ、逃げた。あ、まだ餌ついてるね。あ、釣れた。よし。はい。いいよ、どれ。よっ。威勢がいいな。よいしょ。はい、釣れました。いきなり取られた。どの子が行ってくれるでしょう。よし、おぎよ。
あーあっと餌食ら取られた。はい、行きましょう。はい、よし、最後一匹。よし、いいよ。あ、おっと、ちょっと、入っていい。はい、オッケー。取った。よし。取った。私みたいな魚いっぱいいるね。あれ。わさびもそうですね、栽培しています。失礼します。塩味がついてますか？はい、塩振ってあります。もう少ししょっぱい味とかお好みでしたら、召し上がるときに醤油を使ってください。はい、まだ生きてるな、これ。すみません、ちょっと失礼いたします。はい、だいたい火の加減的に片面3分ずつぐらいに焼き上がりますので。わかりました。3分経ちましたら、はい、トングがありますので、それを使ってひっくり返して、また片面も同じぐらい焼いてください。はい、お待たせしました。お魚のハッキ焼き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 様子を見て、あ、焦げちゃった。よいしょ。よいしょ。よいしょ。出てるかな。あ、もうちょいだね。もうちょっと中向けといた方がいいんですね。よっこらせと。ちょうどいい塩加減。おいしい？うん。